皆さんこんにちは。タロットリーダー協会の天野ゆりかです。今日は今のあなたに必要なメッセージをお届けします。この動画を見てくださったのも何かのご縁です。今のこのタイミングであなたの潜在意識があなたに伝えたいこと、それをタロットカードに聞いてみましょう。それでは次の3枚のカードの中から一番気になるものを1枚選んでください。選びましたか？それでは1枚ずつ見ていきます。 A のカードのメッセージです。あなたはもっと自分に自信を持っていいよとカードが言ってくれています。このカードはあなたの中に確かに存在する力を表しています。でもその力はこのカードの中の卵のように殻の中に入ったままで、まだ外側に向けては発信できていないようです。あなたがもっと自分の力を信じて、もっと積極的に動いたり周りへ働きかけることで、物事は良い方向へ動いていきます。そしてあなたはもっと自分自身を好きになっていきます。あなたの土台は整っています。これまで積み重ねてきたことを振り返ってみてください。あなたは十分頑張ってきたのではないですか？あとは勇気を出すだけです。このカードのライオンのように勇敢になりましょう。B のカードのメッセージです。あなたには何かしらの成長のチャンスが訪れているようです。カードの中の赤ちゃんの手は何かを掴もうと懸命に手を広げています。年齢や立場に関係なく、人はいつでも自分の可能性を広げていくことができます。あなたが今、これをやってみたい、これを伸ばしたいと心によぎったことがあれば、それはトライするに値することです。例えば、本屋さんの前を通りかかって、興味のあるタイトルの本を読んでみる。新しいレシピを試してみる。毎日5分くらいのエクササイズやヨガを始めてみる。そういったことも立派な成長の一歩です。人が老いるのは時間が経過した時ではなく、伸びることを放棄した時です。成長したい、もっといろんなことを知って、いろんなことができるようになりたいという思いは、あなたをいつまでも若々しく保ってくれるでしょう。Cのカードのメッセージです。今あなたが知るべきなのはあなた自身のことです。あなたの中にはこのカードに描かれているようなパワフルに光り輝くものがあるのですが、それはまだ漠然としていて、当の本人であるあなた自身でもよく分かっていないようです。何かの過去の出来事がトラウマになって、あなたの光に影を落としている可能性もあります。そこに目を向けるのは辛かったりしんどかったりするかもしれませんが、それは今のあなたに必要なプロセスであることをこのカードが教えてくれています。自分が何を望み、何を拒んでいるのか、今一番時間を使いたいことは何なのか、好きなものは何、嫌いなものは何、それらを自分に問いかける時間を作ってください。そして、古いパターンや習慣、ネガティブな思い込みに気づいたのなら、それはもう手放す時です。その時、あなたはゆで卵のように一皮むけて、すっきりした状態で外へ向かって進んでいけるでしょう。はい、皆さん。結果はいかがだったでしょうか。タロットカードはあなたの心、潜在意識を映し出す鏡です。潜在意識はいつも私たちに真実を語りかけてくれています。でもこのいろんなことで忙しい日常生活の中では、なかなかそれに気づくのは難しいです。タロットカードは潜在意識の声を聞くことができるツールです。
今日あなたが何気なく選んだカードはあなたの潜在意識からのメッセージです。参考にしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。